まあ、先ほど先生は北朝鮮のミサイルがね、うん、ちょっと大変だということで、確かに現代のね、現代の大きな、まあ、いや本当に大変な世界の、まあ、混沌とした形になってきていると思うんですけども、うん、で、まあ、まあ時の、まあ、安倍さんも誰もいました、まあ、制裁をとかいう形で、はい、結構その仏教的な考えがだいぶ抜き落ちてるじゃないかなという部分が仏教的な考えが抜き落ちてる、あると思うんですけど、やはりこの、まあ、北朝鮮のトップの方にですね、まあ、もう仏教的なその、まあ、浄土真宗 その考えとしていうか、何かこう一つこう理解してもらいたいというか、そういうものはやっぱり何か必要なんじゃないかなっていうのもあると思うんですけど、だからね、まあ、それは法外の方でもね、何か考えてるかもしれないけどね、それはでもそれはどういうふうなことをすればね、それができるのかちょっと僕は思いが分かるけどね、もしもそういうメッセージをね、送ろうかということになればね、もうちょっと本願寺として出すよりもね、この会として、なんか、大幅に分からんですよ。どうしたらいいかというと、全く分からんけど、何らかの方法をね、まあ、そういう詳しい方で尋ねれば分かるかもしれないからな。で、それがまた、皮肉なことにね、なんかまた共産国でね、宗教というのは否定する国だからな。その意味でも難しいと思うんだよね。で、なんかね、そういうことをなら、教団の方に要求するとかな、ここの会をしたりね、今の総長にな、これは北朝鮮の方にな、そのことを喧嘩をやるな、ほぼサピエンス同士の喧嘩をやめようじゃないかとそういう意味の、ね、なメッセージを送ったとき、君どうかね、君は学生だからそういうことが欲しいんじゃないの、一緒に分からないなんかそんなことがあるの、いや、それは確かにな、確かに今もう、そういうじゃあるけどな、既成仏教教団もね、もう一つ振るわんからな、まあ、確かに既成仏教教団も振るわんけどな、僕はこの今からこそな、振るわねえなと思うとるよ、僕はな。僕はそう思うとるけど、なかなかな、僕一人思ったからって、そう思うんです。だから、教団の方で、どうか知らんけどね、教団の方で、どうですか、築地の門と一度というか、なんかそういう、なんだかのメッセージをね、送ることができるんだ。何か送ることが、またね、世界にね、大きな影響を与えることになる可能性もあるけどな。いや、それはもちろんいろんなことを知ってるわけだな。まあ、このホモ・サピエンスそのものがな、やっぱこのことばっかりしてきたと言いやしてきたからな。やっぱこう考えねえかもな。これよこれやりよるとなんか、今までいろんなことをほぼサピエンスがやってきてね、自分たちだけが生き残ってね、起きたけどな、今度はでも自分たちも含めて最後の事故が来るかもしれないしな、ほぼサピエンスもいろいろ俺はもう本当に考えないなんとか来たで、今までは人をやっつけることばっかりやってきたかもしれないけどね、とうとうもう相手ばっかりやっつけるのじゃもうすまん段階に来たかもしれない。そのためにあんた、皆がこれはあんた、悟りの世界に戻れんことに。まあ、実際そうやと思うけどね、だから僕も詳しいことは知らんけどな、詳しい政治の絡みや歴史の絡みもね、詳しくは知らんけど、まあ、言うてしまえばそういうことだよ、人間の歴史も。まあ、考えといてください。まあ、しかしね、もうこの21世紀となってね、もう今まで物質万能、ね、あるいは、共産主義万能とかいうね、あの共産主義というのが宗教していやからな、あんなことでこの宗教の出る幕がね、いろいろ消滅られとったけど、これからまたね、やっぱり宗教というものがね、また大事だと、まあ、以前よりは人が思うようになってきたんじゃないかと思うね。そしてね、まあそういう社会的というかね、その歴史的に考えてもやっぱりこれは仏教というものがね、非常にこう大事な、まあ、宗教であり、まあ、教えであるということになろうと思うけどね、やっぱり宗教というものはね、自分自身の救済ということがやっぱり大きな問題だから、確かにこう仏教的な考え方というのはこれはまあ
客観的に考えてもね、まあ、世間が注目する時代が、まあ、何年か前に比べれば来つつあると思うけど、しかしやっぱ宗教というのは自分自身の救済ということは一番の宗教の本質はそこだからな、うん、自分自身の救済ということになると、これはやっぱり他力仏教でなければ僕はそう思うな。ただこう客観的に宗教的価値がどうやこうやとかないうレベルならずは、まあいろんなことが言えると思う。私自身の救済の場所はどこかという、まあ、それがまあ宗教は一番の要だから、ね、そうならやっぱこれは働き仏教な、この浄土真宗でなきゃならんと本気で思う本気でそう僕は思いますよ、ね。若干関連でいいですか、はい、8月にロスに行ったらですね、神戸さんの紹介でロスの本願寺、ミション願寺なんですか、ミション願寺の紹介です、行ってですね、ただ龍谷大の学生さんが見えてたり、あるいは日系人の おばさんたちがいて交流したなんて、この前メールでちょっと入ってましたけど、あれですか、浄土真宗とか日本の仏教の海外に対する紹介っていうのはですね、まあ、日本人でもなかなかこの仏教、仏典を読むのは大変じゃないですか。それを海外の人にするについて、仏典の英訳っていうのか、そういうのは本願寺でなさってるんですか。かなりその英訳はかなりできてます。親鸞聖人の言葉でもですね、かなりできてます。それでやっぱそれを読まれて、関心を持ってくれる人もいるんでしょう。これはご存知かと思いますがね、大体その本願寺の海外伝統というのは、明治になってからだったと思いますがね、海外にやっぱ移民する人たちも出てきましてね、でその海外移民に伴って、まあ、特にやっぱりこう本願寺は教団が大きいですからね、まあ、その元々本願寺の御門徒であった方々なんかも海外のね、まあ、北米ハワイ、まあ、ハワイの方が早かったですけどね、でそういう関係で、こちらから直接行った人たちがですね、やっぱりみんなが集まったりする場にやっぱお寺というのが欲しいもんだというようなこともありましてね、それで、まあ特に西本願寺がそれを積極的にやりましたけどね、ハワイとか北米なんかにその別院を作ったんですよ。本願寺を作った。だから、うん、まあ、今はもうだいぶ現地の人もね入ってきてると思いますけど、だいたいこう日系人がお寺を中心にこう集まってたんですよ。今からも日系人と言うたっても日本語はだいたいとも通じませんからね。まあ、どの程度のことかちょっと分からないけどね。もう三世と何世をね、もうちょっとね、大体英語通じませんもん。私もそう何回も言ったわけじゃないけど、うん、それでね、中国なんかでもね、中国なんかはまあ、それ秦剛はね、もう日本人が嫌われたけど、中国、韓国で嫌われたけどね、まあ、あそこにもね、やっぱ本願寺のね、別院を作って、まあ、上海別院なんかはまだ建物が残って、おります。で、まあ、これは特に上海別院はね、文化遺産という形でね、ちょうどこの築地のね建物と似たような形のね建物が上海にね残ってます。なんか、まあね、ところによっては大体ね嫌われてね壊されてしまってたけど、中国の場合どういうわけか、文化遺産に残そうということになって、もうちょうど築地のと同じようなね、形のものがね、残ってます。それで、まあね、今の話じゃないけども、大体この仏典の翻訳というものがね、大体かなりできておりましてね、で、その現地の人にも読んでもらってると思います。まあしかしながらね、読んでもらっただけでも、こう、それはまあ、そういうものを作ることによって、馴染んではもらいますけどね。なかなかそれだけではまたスムーズに伝わるかというとそうもいかんみたいで、なかなかやっぱ、難しいところがあると聞いておりますね。
あのよく言われるのはユダヤ教っていうのは本当 の, あのユダヤの一郎の、まあ、変質的というか排他的な宗教だったのがですね、そのあれだけ広がったのはあの資金だったパウロがラテン語で伝えたからだと思うんですよね。それは彼なくしてあのキリスト教があれだけ広がるとはありえなかったと思うんですけど、仏教もおそらく世界にある程度素晴らしい、大江さんのおっしゃるように、あ、本当こんな素晴らしい宗教ないと思うんですよね。だからこれを広げていくにはやっぱり相当その向こうの人の言葉もそうだし、いろんなあの西洋 の, その文化とかそういうのを理解したその布教者っていうのを出てほしい気がしますけどね。まあ、しかしね、これはあのもちろん今出たパウロとかね、パウロとかペテロとかね、ご説明のように命がけの伝統をした人ですよな、本人たちはね。で、まあ、こちらの通り、2人ともね、まあ、死刑、まあ、キリスト自身も死刑にされたけどね、結局、まあ、今となってみれば、これはキリストをはじめとしてね、パウロ、ペテロもね、もう立派な人とか言われてるけど、